夢を叶えるための近道をご存知でしょうか。それは夢を口に出して宣言することです。四六時中夢を声に出して宣言すれば、それが自分の潜在意識に刷り込まれて行動につながり、それを聞いた周りの人が自分の夢の実現を助けてくれる可能性も上がります。ですが、この口に出す時についできない理由や無理というネガティブな言葉も吐いてしまうのが人間である私たちです。行動して成果を出しながら、少しずつこの弱音というマイナスの言葉を減らしていきましょう。そしてそれを全く言わなくなった時、夢は叶うんです。またこの叶うという漢字は可能うと読むこともできます。そう、可能姉妹の可能ですね。つまり夢を叶えることは可能、 possible なんですね。さらにこの夢の実現を加速させる方法があります。それは叶うにもう一つ付け出して叫ぶに変えてしまうんです。普段は心の中で、山や海に行ったら大声で自分の夢を叫んでみてください。きっと実現するための力が自分の内側からふつふつと湧き上がってくるのを感じると思います。ぜひ心の中で外でその夢を宣言し、叫びまくり、どんどん行動していってください。夢の実現が可能だと信じて。